トリップ行く前に報で出した地震村ってやっぱあるんですかまあそうですねその地震村、まあ、村にあんまり別に定義があるわけでもないんですけどもまあもちろんねこれをもって村とするはないにしても <laughs> やっぱりその政府があの要するに絡んでる科学の分野には結構そういうものがたくさんあると思いますね、まあ、原発もま,まさにそうでしたし原子力村は僕はあると思ってますそうですね、はい、であとやっぱりそのこの 政府の地震学会ってもっと地震学会とまたその政府の委員をやってる人たちの間にまたこれもちょっとんていうか違いはやっぱりあって、はい、でこっちの人たち政府の方をやってる人たちっていうのはやっぱりそこの権限にある人たちが例えば国のですね、えー、国,国家でやるそのじじ地震の実験だとかですねその予算に関してまあかなり権限を持ってですねこれやろうみたいなことを言えたりですね。 まあ、そういう意味である種、地震学者としてのすごく体制を意味するというかですね。うん、そこの委員になることっていうのは、そういう意味合いがある。んですよ、ね、予算も融通が利くということですね。で、まっとうな自分のやりたいことが通りやすい環境になる。はい、そうですね。はい。はい、っていうところもありますし。あと、やっぱり地震予知の。 研究とかの時、私もこれも取材してあの当時あの名古屋大とかでその,あの教授をされてた方とか、まあ、取材はしてるんですけどもやっぱり予知の研究って言えば実はあんまり関係なくてもすごいもうあの予算取れましたねって言ってだから私も関係な,くないけど予,算もう必ず予知ですよね。うん、予知できるもんならお金つけなきゃ予算つけなきゃって当たり前に思いますよね。 本当はできないのにだからそれがまあ言ってみればうちでの小槌というやつですよね、うん、いや予知といえばすぐ予算が出たとでそれが今は予測地震南海トラフの予測だとか首都、うん、直下の予測そういうふうに変わってきてるんじゃないかというふうに言われているっていう感じですね、うんうん、僕があの複数ねいろんなメディアの知り合い通じてちょっと調べてもらったりしたらやっぱこれもまたね返ってきた答えの一部を言いますね。うんうんうん 原子力村があるかかかどどうかは分からんけれども少なくとも地震学者の先生とかそういう方々は仮に原子力村があるならうん、うん、その総予算に比べたらそんなに地震村は ないんだけど西村があるとと想定した仮にしてもそんなにものすごい予算が潤沢に来るわけじゃないんでしたがってしっかりとした共同体とも言うべき村っていうかね利害関係が一致しててっていうのはそんな予算じゃないからないんだっていう説明もちょっと受けたんですよ。ところがですすよ僕は大沢さんに影響受けてまからところがですよ。 やっぱりまず年間で去年が110何億っつったかな年間で100億以上のお金が地震関連で当然出てるわけじゃないですかだから村がちっちゃかろうが何だろうがあっても村があっても不思議ないなとそれだけのお金があってあとは何といっても国土強靭化計画ですよね防災も何も含まってきて老朽化した橋の付け替えもあるしそれは地震とも関連はあるけれども何も地震対策だけではないにしても。 ものすごいお金が総額に200兆っていうとこから自民党二階さんがこうね温度を取りながらやりましたよね、えーえー、でも「報道ステーション」でもずいぶん伝えた記憶があるんですけどそれで言うとものすごいお金が動きますもんね、うん、当たり前ですけど、ねはい、必要なところにはつけるべきですよ。えー、ただ優先順位の中でちょっと分かりづらいよく分かんない性格とは思えない時間予測とか使ってうん、うん、たった一点の,量あの、うん、室津港だけで。うんうんうん で、こういうことはリードされてていいのっていうところですよね。そうですね。まさにそういうところだと思います、ね。はい、だから。と科研費とかで見たときに、これぐらいしかつかないものが。ええ、要するに、地震の関係のプロジェクトにつくと、こんなに上がるのかと言って。うん、いう人は結構います。だから、地震がが<ー>学者の中にい、ねはい。そうですかだから、それは、あの、言ってみれば、まあ、確かに。全般的に日本の科学者に対しての、その予算がいってないっていう現状があるかもしれないですね。 でそれに対してまあ潤沢というのはある種まあ比較ではあるんですけれどもそういったところでまあ地震額っていうのはまああの優遇されているところはまあ大いにあるというふうには思いますねあの小沢さんを除いて自分って我々って言いそうなんで、うん、私っていい加減だなと思うのは一方でですよ、うん、やっぱり予算が変に偏ることは絶対だめで、うんうん、ちゃんと必要な優先順位で割り振ってって,ってくれって思う。うんうんはい 今の現状を聞くと「いや地震の方はどこと比較するかにもよるけどそこそこいってると思います」でもっと基礎研究含めてね今時の問題点で指摘されるところなかなか10年20年のスパンじゃ成就しない研究体制具にもつかないんじゃないのこれだからってどうなんのっていうものにいかないしかしそういうねひらめきも含めたものになって「だから何?」っていうのからドンと花開いて「ノーベル賞」とか。 LED とかヒトゲノムとかそういうところで花開いてそういうものが日本の成長とかそれからイノベーション革新につながっていくんじゃないのって同時に思ってたりするわけですよ。でそんなことを僕一生懸命思うけども政治家からしてみたら官僚からしてみたら。 じゃあお前ねこっちにもつけろあっちにもつけろってじゃあ悪いけど消費税70%にするって話になっちゃってそれは反対しますよ。で一方では予算の仕分けしっかりしろ一方では基礎研究にもつけろ一方では地震っていうのは大事だから予測が難しいんだったら正直に言いつつそこにはお金つけてねって言ってることがいいところりになっていくんで僕が何言いたいかっていうと長くなっちゃったけど僕みたいにあれもこれも頼むよ正しくなんてね。うに思 っている人間が仮にかなりの割合でいたとしたら、そこに付け込んで偏在してもわかんないだろうっていうところへ逆に戻るんじゃないかすそうですよね。だから結構そこはもうもっと全体の科学のの予算の問題なんですけれども、はい、まあすごくそういう要するに。 競争でできるとところというかですね、まあ、競争がすでに激しくなっているところというところにばかり、まあ、今ムーンショットみたいな計画であの政府もやってるんですけどもすかそれあムーンショット計画っていって今後できないかもしれないようなだから寿命をなんか130歳まで伸ばす薬作るとか,、うん、なんかそういうのを何十年までに作るというかですね夢ののようなものに対してそ,うそれにまあどうアプローチしていくかというところに、はい、まあ予算と人とかをばっつぎ込んでつけてるものが。 すごくしょそのまあすでにもうなんていうかいけそうなところいけそうなところというか、まあ、注目集まってるところだけですよねあの古田さんがおっしゃったようになんかもうなんか全然違うところから大発見って結構生まれてこんな研究何の役に立つのみたいなところになってるところから急にボンって出てきたりすることがあってだからそういうところからあの、まあ、ノーベル賞って生まれるというふうにも言われるんですけどもそう,そういう種まきがですねもうほぼ かなりできなくなってきてるっていうだからかこれだけ日本人ノーベル賞いろんな部門取りましたけど、はい、これから取れなくなるってそういうことが、ね、その論文の数とかもずん全然減ってきているので、はい、一見無駄のようななんだかわからない、はい、基礎研究にお金がいかないわけですからそうです,すぐ商売としてパーンと見えるところに勝っていく、ねうんうん、そういうことですねだから今出てきてるノーベル賞ってまあ言ってみればノーベル賞ってそこを認められるまでまた結構長い時間かかりますので、うん、それ昔 蒔いたた種のの <laughs> なったものですよねだからそれがあの今後はちょっとどうなっていくというかう、ね、まあどっちかというと悲観的なふうに見る人の方が多いというかですねうそういう問題が結構あるかない、ねはい、ものすごい大事な話になったんだけど、はい、一方ではあの地震の話からどこ行ったってなったとんで <laughs> それで言うと確かにその国土強靭化計画、うん、それから年間の地震に関する、はい、いろんな予算付け100億を超える、うん、こういうところでさあ今話してたことのまとめのような感じで。うん 臨時情報に潜むってこの冒頭のあの臨時情報から始まって今地震村って話しているところにつながってきたんですけど臨時情報に潜む地震村の思惑代わりに読ませていただきます川田さん特任教授の方でいらっしゃいますね、はい、関西ですねはい、はいはい、えー、予知ができる前提にもかかわらず予知なく南海トラフが発生し対応が遅れたら予知を怠ったとして政府の不作為が取られると問われると だから内閣府参事官に、予知はできないことにしないと、ダメだとと提言したんですか。はい、そうですね。この方、あの、ちょうど今の臨時情報をですね。あの、作るときに、座長になってくれっていうふうに。はい、要するに、内閣府の方から、あの、依頼されていた方なんですね。はい、で、その、えっ、ー、と、中でですね。まあ、今後じゃ、どうしていくんだっていう話を愛用したときに。はいはい このままあの予知ができるような体制にしておいたらこれ絶対破綻すると、はいはい、でこの、えー、と議論がちょ始まる直前に熊本地震が起きてるんです。はあ、2016年そうですで。熊本地震の調査をしたとあの川田先生がされてるんですけども災害、はい、対策基本法とかですねまあいろいろ救助だとかあの避難所とかをですねその、まあ、国自治体が準備しなきゃいけないんですけどもそれがもうパンパンだともう間に合わないと。 熊本地震ですら間に合わなかったと。うん、南海トラフなんて間に合うわけがない。もっと大規模になる恐れありと。でも熊本地震は言ってみれば突発なんですよね。じゃあ別に予知できたのかっていうと別にそうじゃない。ないまあその南海トラフのエリアでもないしっていうことで。予測もそんなできてないわけです、ね。そうですね。でも少なくても耐震法では東海地震だとかそういうのが予測できることになってるんです。まあ、できないんですけども。 でも、それの枠組みが残っていたら場合によっては予知ができるという枠組みがあるのになんでこんなことになったのでそれ対策が遅れて例えばお亡くなりになった方とかが、ね、いてもし遺族とかがこれで助かったんじゃないのかって怠ったんじゃないのかということを訴訟にされたらかなななり不利な立場になると。もう国賠になってきますからね,そうですね国賠国家賠償乱立ということになりますよね。 でこれはまずいとだからまあもっと言えばもっと前から予知できないことはもう分かっていたっていうかできてたんですけどもやっぱりそれなのに残してるからそうですね大変なことになるぞ、ね、なるぞこれもう本当傾聴に値しますねこのご指摘は。だけどもそれができなかったと。うん、で今お話になった台震法政府は、うん ねはい、やめることをしなかったと廃、うん、さなかったと廃することをしなかった、うん、で警戒宣言の代わりに名前が変わって責任を負わない警戒宣言からやや軽くなる臨時情報を作ることになったとで予知体制をキープするために科学的な根拠もない情報を出すべきではないと、うんうん、座長を自ら自主だと分の方考えてる方針と政府がやろうとしている方針が違って、はい、でやっぱり座長って 政府が決める方針に話を作っていかなきゃいけないんですよ、はいはい、っていうふうに川田先生おっしゃるんですね、うんはい、そういう人間がなっちゃいけないということで辞、まあ、められたとということなんですよねだからまあ本当はこの警戒宣言ってまあ,あの総理大臣がバッとあの避難しろって命令をして社会を止めるという仕組みで臨時情報はあのまあ言ってみればその。 皆さん注意してくださいねって情報を出すだけであと対策をどうするかはあの自治体だとか国民に任せる、まあ、ある種アウトソーシングするというかですねあの責任も含めて全部任せるっていう形であのいい捉え方をしたら強制性はないんですよね。はは、まあ、はない、ねはいいいで警戒宣言みたいにそういうのはないんだけどで、ねうん、一方では あんた方の自己責任だからねって言われてるんだよそういうところに自治体としては困りますけどねだから政府が出してるのにそれ守らなかったらどうなるんだっていうような半分迫性みたいなののはあるでものすごく乱暴に言うとね本当になのはは僕二重基準だと思いますその地震予測に関しても2つの計算式が単純平均と時間予測南海トラフのみそれから ちょっとあの首都直下はちょっと置いときますけどその南海トラフ以外はわーっと単純平均という計算式ここで2つが並存していることうん、うん、二重基準に見えて混乱するはい、はい、それから一方では地震予知っていうのは無理、うん、そして予測に切り替わった流れがあるにもかかわらず、うん、この法律含めて耐震法という法律も残し、うん、予知ができるかのようなイメージを与えている、うん、これがおかしいだろうと。 ものすごく生意気な言い方したらもっと素直になってよと。うん、いや、素直になったら注意喚起できないんだっていうことを、うん、もし政府なり、そうやって上の本地震本部とかの考えがあるんであれば、うん、それは国民を馬鹿だと思ってるんですかっていう、うん、そこまで言っちゃうんですよね。そうですね。はい。驚かしたり、いろいろさせないと、しないと、みんな油断するだろって、うん、おい、ちょっとなめんのやめてくれる、うんね、っていう。 じゃああなただけが頭よがくて、ね、あなたたちが、うん、我々はバカなのって、はい、ちょっとそんな気もしませんなんかそうですね、うん、だからまあよくいろいろこう批判すると勉強不足だってすごく頭ごなしに言われるんですけど必ずいやいやそれはね、うん、勉強不足ですよってね切り返してきますよね、うんうん、そうですね僕も散々んんそれ政治家さんに言われてきました報道ステーション でもよくよく聞いてみたら、あれ言ってること同じじゃないかっていう、別に勉強不足じゃなくて。まあ、その議論が違ってるだけで、あの、まあ、なんか言ってることが同じだったりすることも結構あって。まあ、そういうのを、まあ、武器にされる方も結構いらっしゃいますよね。その専門的知識があるっていうことはね。ねそうなんですよね。だから一概にね。それは、あの、言えることではない。うん、おしなべて全部、その政治家みんなそうだなんて言わない。皇太子の高い人もいる。だけど、例えばですね。一例で言うと、その。 大臣云々政治家一人をどうこう言いたいんじゃないんですけれどもこの今の話の関連でふっとあの小沢さんの記事で思い出しましたけれども地震保険をどういう基準で地震保険に入ってもらってそのお金を出してもらうかっていう時に大事なことですよねそれ一つの防災意識として。でそういう時に時間予測モデルさっきから言ってる南海トラフの今回の眼目であるこの時間予測モデルがえ財務大臣の鈴木さんははっきりと そうじゃないこのあたりのことは、ちょっと僕は大雑把に言ってます、ね、地震保険は、まあ、全国津々浦々、裏裏どれぐらいの地震リスクがあるかっていうふうにやってるんですけども、政府はやっぱり、えっと、地震いやその,保険,の保険に入ってもらわないと、政府が全部面倒見きれないからですよね、これだけ地震で,そうです,そうですはい。 で、その保険の、その、じゃあ、どこがあ、どこの保険のを高くするかっていう、その基準となる、要するに予測というかですね、それを、あの、えー、保険の方では全部単純平均モデルやってるんです。例の2つあるうちの、はい、はい。ダブルスタンダードのうちの一方の、南海トラフ以外の方ですね。そうですね。はい、で、あの、時間予測モデルは使ってないんですよね。だからまあ、 言ってみればあのまあ時間予測モデルってあんまり当てになりませんよって言ってるというかまあ公平に比べる上ではちょっと参考になりませんよというふうに言ってるに結構等しいような内容ですよね。これ極論すると閣内不一致ですよね。まあそうですよね。財務大臣はね、はい、お金にまつわるところの大臣ははっきりと時間予測モデルは基準として置いておりませんと。え。 矛盾するなってことを言ってる。別な省庁は違うこと言ってるわけですよね。うん、そうですね。はい。うん、だから、シビアに見た時は。あの、単純平均モデルを使って。お金のシビアに見た時は、単純平均モデルを使い。うん、まあ、あの、要するに。注意報を出す、注意報というか、まあ、注意を呼びかけるときには、時間予測モデルを使いっていうことで。まあ、結構、あの。うまい使い分けをやってる、ね。使い分けをしているっていう形がある、ね。がで、格の不一致だな、っ、はい、て、僕ごときはほざいたってですね。うん 論点すげえ変えられて「何を言ってんだ勉強不足」って言われますけどね <laughs> あらケースバイケースでこうちゃんと見てるんだっていうまあそういう言い訳を言わしたら天下一品の人いっぱいいるじゃないですか。筋は全部通るようにあのあの官僚の方はね作りますからね。 でここののの科学ジャーナリストのこの方マリさんはこの耐震法を残すことで、はい、さっきから言ってた各省庁は予算と人員を確保できるしうん、うん、国の委員となっている有力な地震学者の方々は予算の配分に影響力を一定程度持てるんだという発見を るとおっっしゃててくれてますすねねそうで泊、ねまあ、さんは特にここのところはもうずっとあの元朝日の科学記者の方なんですけどそうなんですかこんな分厚い地震予知の140年の歴史という本が130年か、うん、る本歴史があそこでずっと歴史を見てきている方なんですけども、まあ、やっぱりそういうあのこういった村というかですね、まあ、あの政府側の。 えー、まあ、えー、学者となることによって、まああまあ、その地位をあの確保できるというかそういう主張をずっとされていて、まあ、確かにあの見てるとそういうふうになっているというところがすごくわかりますね。あのー、国土強靭化計画総額200兆みたいなね、はい、大掴みの数字から始まった、はいうん、そこでイメージでいいんですよもちろん正確じゃなくて、うん、イメージで。うん この時間予測を含めて南海トラフで間違った予算の使い方をしてる正しいところも使ってると思う,う南海トラフでね防災っていうのは必要なんだし、はい、四国の高知県だって目の前太平洋でさらされて津波が来たらどうするってことで高い塔を作らなきゃいけないとかいろんなことあるだから正しく使われているところもいっぱいあると思うけど無駄はここ10年なら10年もっと前のスパンから どのくらい無駄な予算を使われてるのかなイメージを脳内では小沢さんは持ってらっしゃいますが非常にあの予算がどういうふうになってるかっていうのの開示ができ,さできないような仕組みになってるんですだイメージのしよがないってことかそうなんですであのじゃあまず内閣府に、まあ、予算を分けてる内閣府に、えっと、じゃあ南海トラフ関係の対策予算っていくらなんだって言ったときにあの把握してませんって言うんですよね あので結局それって何でかっていうとじゃあ橋をあの立てたりするときにそれってなああるいはその道路を作ったりとかですねそれって南海トラフだけのためですかっていうとそうじゃないですよねそういうものをなかなか集計できないんですよって言って結局出てないんですだからえっとじゃあどれだけどれが南海トラフのあの予算なのかとかあのじゃあ本当はインフラ の他の今まであったインフラ維持、まあ、これからもうあの財政がどんどん縮小していって、少子高齢化です、縮小していくようになって、今あるインフラをあの確保することすらもかなり難しい状況になってもうどんどん絞っていかないといけないし、そうなっていったときに、この道路をあの南海トラフ対策と立てましたけども、本当それ必要なのかという、そういう検証がで,す、ね、できるようなほどの情報が開示されてないんですね。であるいはもっとしたらあのか完了すらす きちんと把握ししてなないいのかかもしれないと縦割りですからねす自分たちの作業に没入しますからね、はい、その分素晴らしく頭がいいんだけども、うん、一方ででは横,の横串が入ってないすだからそういったところで、えー、必ずしもちゃんとじゃあ予算が正しく分配されてるのかっていうのが検証すらできないようになってるからことがすごく問題で僕ね、うん、ずるいな賢いな素晴らしいですね、うん、って嫌味の一つも言いたくなるのは。うんうん 僕はずっっと思ってきたんですよ、うん、なんで省庁間に横串が入らない、うん、で、みんな縦割りで自分たちの世界でやるんだっていうのは今の話で思うんですよつくづく。うん そういうふうに縦割りにしてパーティションつけて、うんはい、いや、この範疇しか分からない。はいはい、それを他言ってくださいっていうね。そう,そういうふうにやることでお金に色はついてないんで、うん、ちょっと分からない。はいはい、総額分からない。うん、無駄遣いしたとんでもない。分からないんだ、うん、もんっていうふうにして、ねはい、お上っていうおぼろげな存在を設定して、神様じゃないよ。うんうん、上って書いてお上。 ららしししむむべべかず皆さん方知らないで働いてくださいと私たち頼ってくださいっていうことで寄ってくれればいいですよそれで一応知ろうと思わなくていいよ情報っつって分かんなくしてお上っていう存在が注意情報を出せば1週間で南海トラフ大規模地震るのっって思ちゃうさっきの話をうけど俺ってバカっちゃ話ですよね。 いやいやいやでもなんか本当に多分そういうところでかなりなってると思いますよね。だから実際じゃあ、えっと、この国土強靭化の計画ができてから、ちょうどそれって民主党から自民党に変わった時なんです、ね。2013年の頃。うん、で、その時にちょうどこの 2012年の末に変わって13年半ばごろにあの、えー、極度強靭化が法,法制化されたという時なんですけども、ね、ちょうどその時こういう、まあえー、南海トラフの新しい想定が出たり首都直下の新しい想定が出て二階さんをはじめとして、えーまあ、自民党がですね、あの国土強靭化を訴えた。でそれまであの 民主党は、えー、コンクリートから人へをずっと言ってましたよね。どんどん無駄をやってヤンバダム始る。で、そういったところに対する不満を、やっぱり、その、あ、じゃ、公共事業を持ってやるよ。でも、反対する人なんかいないんですよ。当時、あの、もう、な、南海トラフ起きてるからっていうことで、やりましょうと。で、それで、また、道路族だとかですね、そっちの人たちが潤うわけなんですね。で、そして、えっ、ー、と、始まってみると、和歌山とかが、まあ、二階さんの地元とかなんですけども。 もう全国トップ2位ぐらいの道路予算とかがやっぱり一気にガーッて入ってるんですよ。でこれが本あの人は土地改良でね二階さん <laughs> も土海連のねまたトップだったしね。それはもう国土強靭化計画とぴったり合流しょそうですよね。で、うん、バーッて入ってきてでそれがまあ確かに和歌山ってなかなかあの津波が来た時に逃げる道路が足りなくて、ね、っていう背景があるので。 全部じゃあそれがその無駄だったりだとかそういうふうに言い切れるものではないんですけどもでもちょっとあまりに露骨でもない,ないかっていうようなまあそういういいみたいなものがあったりとかですねそのためには南海トラフと、うん、この後もしかしたら機械あっやらしてもらえるかもしれない首都直下、うんはい、この2大工法は本当に恐れなきゃいけないわけだから、うん、いつ来るか分かんないんだが 変な言い方がうまく使われてますすね、この2つのつエリアがそうですよ、ねまあ最,最大にもこれはもういろんなことをやる上で正当化する道具にはもう確実になるんです、うんうん、これに対しておかしいっていうか備えなくていいっていう人は多分誰もいないいなうんですよいない。だって予測すら難しいんだから、うん、何回も言うように今日来るか、うん、100年後に来るか、うんはい、分からないだからいつ来るかは分からない、うん、正しく恐れなきゃいけないのにじゃあなんでこの2か所。 2つのエリア以外は違う計算式でやってるだからさっきの話の国土強靭化よも僕はもう一回、うん、国土強靭化で老朽化したものを被害を最小限にするために使うべきお金はいっぱいつけるべきだと思うんですよ。うんうん、何も僕も民主党政権時代にはコンクリートから人へっていうフレーズにかなりやられてうん、うん、本当にそうだ山田もやめろと本気で思ってましたで言ってました。うんうん、だけど 国土強じ化ってはたとね気づいていろ、うんな学者の先生とかは国土強じ化必要なんだと高度、うん、経済成長戦後ね焼、うんはい、け野原から始まっていろいろインフラ整えたことが完全に老朽化して、えー、首都高速のどこだって危ない、うん、だから使うべきところには使う、うん、地方の道路も使う、うん、僕は使えばいいと思うんですよ、はい、だだいぶ僕も反省したわけですよ。はいはい だけど、使われた方が不明瞭なので、もしかしたら優先順位が反転して、使うべきところに使われないで、使うべきところに集中してないっていう歪みがあんだとしたら、大間違いで、そこにエネルギーが溜まっちゃうんで、じゃあ、使うべきところ何かって言ったら、コンパクトシティとか含めてね、大沢さんどう思う,のこうとにかく、限界集落から過疎化で、 どどんんん打ち捨てていいだと市町村が市とは言わない町村がどんどん消滅するって増田リポートも出ましたよそうなってくると「あ寄ってください寄ってください」ってその方が神戸の三宮なんてね市長の方が頑張って駅にタワーマンションできること反対する一つのベースになってるんだけどやっぱり興味深いなと思うんですよ。やっぱり 昔再開発したニュータウンとか打ち捨てていいんですかで駅前だけが没効していいんですかうん、うん、とそれはコンパクトシティっていうのも分かるけれども一つのところに集中してどんと地震が来たらどうします、うん、阪神・淡路大震災、うん、もう一度思い出してくださいっていうのも非常によくわかる話でね。うんはい みんながコンパクトシティだってやったら、うん、結果地方のほとんど死んでいいって話ですよ。うん、高齢化社会の後に人口減少して、うん、もう亡くなっていく。新たに子供さんも生まれない。産むならここの集中した都市化したところで、うん、こここそがどんどん過密になっていって、うん、感染症の時代なのに。はい いろんなことが伸びることが広がってしまうじゃないですか。はい。いろんなことを考えると答えは一つじゃないから難しいし、僕ごときは言える正解は持ってないけど、国土強靭化で言えば、大切なんだけど使われ方が分かんない。そうですね。はい。それで結果的に素晴らしいものを作ってよかったなって言うんだけど、どんどん地方が打ち捨てられていって、じゃあふるさとか全部消失していいならいいって言ってみると思うんですよ。だから、今後総裁総理になっていく方々は、 切り捨てるとか、うん、でもしっかり残すとか、うん、こっちはもしかして、はい、いやいや一極集中を避ける、うん、で分散してお金を使うんだとか、うん、もう政策の根本のお金の振り分けを、うん、政治ってお金をどこにどうつけるかって話じゃないですか、うん、そ,ですそこを言ってもらえないと、はい、もう口当たりのいいことばっかり言ってるでしょ。うんな 与党も野党も。これどう思います、はい、小田さん。言うだけ言ってどう思いますもないもんな。そうですね、だんだん老害化した田原孫一郎みたいなか <laughs> いや,いや,いやいやいや。ね、本当にな、なんなんすかねおっしゃる通りですよね。だから、本当だったら、その、元地方防災会議とかで防災の話をするんだったら、はい、じゃ首都移転とかの含めて、そういったところまで本、本来だったら議論は、 あるべきなんですよね対正座でつながってんですよ、星々が線で。うんはい、そんなのに、ここだけの話をするですね、さっきの縦割じゃないけど。ですね。だから、本当は、地方防災会議とかでも、そういう議論をしたいところはあると思うんですよね。だからかあのその、もともとそういう、割と上の方にいるその官僚の方とかと話してみると、はい、じゃあ、そういう議論にはならないんですかみたいな感じになると、いや、そこはもう、もっと別の政治の世界だからって、こっちは踏み込めないっていうふうに言って、本来は、じゃあ、防災を、 で、命を救うためにどう効率的に街を作っていくかとか、どういうふうに対策をしていくかっていうのを、まあそ,そこを合理的に考えていく場所だとは思うんですけども、やっぱりそういうところがまず政治的な決断が全然進まないとかですね、そういったところが結構邪魔して、 あのなかなか議論ってのは進んでいかないのかなっていうふうに思うところありますよね。もうそうなると政治的な事案、うん、案件になりますんでってのは官僚はうまい言葉、はい、霞が関文学を作りましたよ。えーはい、政治的案件って何すか言ったら広すぎちゃって。<laughs> で政治に持ってくといや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 っつって。はい 地元が大切でってそれも分かるんですけどだからなんだか全体的に分からなくすることによってね,ね、はい、我々が分かんない前まま、うん、まったりとした日常を生きてるっていうこの現実があるんだけど、はい、危機はここにあるんでもうそこにあるんで、うん、正しく恐れなきゃいけないっていうふうになるんでね,でね、はい、今日はもういろんなこと話がいろんなところに行きましたけど、うん、やっぱ本当に小沢さんにあの来て頂い,いてよかったと思うのは。うん 間違っているかもしれない臨時情報注意情報に惑わされて1週間以内にあたかも来るように思っちゃダメ今来ても100年後に来ても不思議はない誤差の範囲ないっていう自然の摂理の中の出来事であるだからそういう意味で今出している地震予測うんが全て正しいわけじゃないよっていう今日は臨時情報を出したんですよねまあそうですね、はい、そう思ってよろしいですかそういうことなんですよ皆さん。 僕ね、ちょっと素人考えでとっぽいこと聞いちゃうかもしれないけどあの東京新報道セッションやったから東京新聞の反対せっぷりは鮮やかですごいなと中日新聞東京新聞よく続くなっていうぐらいねいろいろやられてるだけどやっぱりリベラルタレというね言い訳別として一つの考え方を持ってる朝日新聞とか毎日新聞とかあるじゃないですか。なんで東京新聞小沢記者ほど 朝日なんかでももうちょっと丸めた表現の印象を僕は持つんですよ。全部見てるわけじゃなくて<ー>恐縮。はいはい、なんでじゃあ朝日と東京新聞でちょっと路線として一緒じゃないけど似てるところもあるリベラル路線がうどうしてこんな違う？うあいやどうしてでしょうかね。まあうちの朝日はまあその うちは結構自由奔放というか放任みたいなところがあるのか,、はい、かもしれないんですよね、はい、もしかしたらだから本当は会社がもっと、ね、これはどうだからっていろんな反対が入るところが、うん、まあうちはまだもうちょっと出しやすいというような感じがもしかしたらあるのかもしれないともしかしたら東京新聞が得意な存在で、うん、小沢さんが得意な存在かもしれないですけどね <laughs> そういうことが通ってしまって記事にな,る <laughs>、はい、なってくれることはねただあのこれはその体制の アンチのために書いたものじゃなくて、その、あくまでファクトの,あの積み重ねなんですね。その、私、どっちかっていうと、あんまり強いことをですね、あの、ばーって言うことの方が、記事とかですね、あのに、苦手というか、その、テレビとか見てると、まあ、コメンテーターの方とかでバーって言われる方とかたくさんいらっしゃるじゃないですか。 でも私はその記者としてはやっぱり一つ何か主張する上では一つのファクトがないといけないと思っていてでそれが確実なファクトが積み重なっていってどこまで言えるかっていうのがまあ一つ新聞記者の仕事かなというふうには思っているんですね。あそううなんですかか、はい、僕はどっちとというと 望月磯子さんみたいなぐん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 もういろんなものを追求するタイプだとそうじゃないんだ望、はい、月さんみたいなのあの人がファクトは抑えてないって言ってるわけじゃない <laughs> だけど結構もう政治からジャニーズまでやるじゃないですかいいます、うん、いやますそういうタイプとまたちょっと違う私はだからそのどっちかっていうとその調査報道みたいなことをまあ得意としてるというかまあ好きなタイプでで やっぱりそのいろんな出す上でもいろんなリスクを考えるんですよ取材先から何か言われたりだとかあるいはもっと最悪訴えられたりだとかそういうことを考えた上ででもこれだったら間違いないっていうのをやっぱりそこまで詰めないと出せないとは思っていて、うん、ただ今回のこの話っていうのはそもそも前提としてまず議事録に残っているんですよね。 もう政府のののの発言そそ公式文書そのも地震上部組織が一括でもう両論兵器で20%の方も入れるそうです、ね、80%の横に置くということも却下されてるわけですからね,そうですねリアルですね議事録を入手してるか、はいね、さらにそこに参加した研究者の人たちに全部話を聞いていってこういう話があったというふうに全部聞いた上で、えでも,もちろん違うという人の話も聞いた上で出しているので。 まあ,そこはあ,のあんまり別に突っ走ったつもりはなくてですねこれ皆さんファクトの積み重ねだからねファクトだから結構自信を持ってるんですけどじゃあなんでそれと同じようにもてごめんなさい私もあのテレビでコメンテーターでたまにギャンギャン言う方なんで YouTube でもギャンギャンここで言う方なんで私もねもう申し訳ないんですけどタイプが違って僕なんかの感覚だと、うん、なんでその朝日や毎日が。うんはいはい 同じようにファクトを積み重ねて問題点を追求しないのかと、うん、でも朝日さんと毎日さんは、はい、あのこの話をあの書,いてくだ書いてますあの連毎日さんとか連載で、えっと、同じやつを、まあ、資料に書いてまそうかじゃあ僕は勉強してないんだけどで,でもそんなずっと要するに本に出したりとかいい、ね、あそこまではやってないけど時折書いてるんだそうですね朝日さんもあの、まあ、あの地震の余地についてずっと昔からやってるまあ ちょっと前まで論説委員をされてた。え、なんとか大陸さん。黒岩、あ、黒沢大陸さん。黒沢大陸さん。なんとか大陸って失礼な。情熱大陸じゃないんだ。あの、まあ、私の先輩というか、まあ、師匠みたいな。でも、あの方の最近の記事を読んでも、この能登以降の。結構、もうちょっと。 小沢さんよりは黒澤様はちょっと丸く丸めてる感じもそうですね直接自分そこまで私と同じぐらいまで取材をしてるってわけじゃないからかもしれないですねでも基本的には同じ方向そうかヤックは書いてるけれども同じ方向を向いてるってことなんで今時ねガーシー以降めくるって言葉流行ってますけどよくぞめくってくれたとだってめくらない人のほうが多いんだものだと。ここ踏みみ込 にくいんんでしょうねね皆さんねだからそういった時に私も怖いんですよ出す時臨時情報の話とかでも本当はこんな確率というかあのものすごい0.5%の話っててこんなもん当たるかみたいな風にほとんどの学者が思ってるのにじゃそのことを言うことでせっかくみんな防災今やろうとしてるのにお前水さすのかみたいな命の方が大事だろうみたいな風に言われた時に批判される可能性はすごくあって。 だからこそこうファクトをどんどん詰めて理,理論武装しなきゃいけないんですけれども、ね、だけどそれでもやっぱり怖いですよね。んかあのじゃあもし地震が起きてお前のせいだっていうふうに言われたら。 それっていや私の言ってる議論は違うんですよっていうていつ来るか分かんないんですからあれはこう言ったんだっていくら言ったって来ちゃったじゃないかと,そうですとだからやっぱりああいう注意情報が大事なんだよってそうです注意情報1週間が空けてずっと経ってからでも起きたら言われますよねそうですね言われる可能性ありますよねだからこそあ<ー>まあちゃんと取材はしなきゃいけないんですけどもただそのやっぱり知っててあの 言わないいってそのいろいろ、まあ、ジャニーズ事件とかもそうですしあの原発とかもそうでみんな結構違和感を持ってたものがあ,のある日突然やっぱりそれを報じないことによって被害が拡大するっていうことって結構あると思うんですけども、まあ、できたら自分が関わる取材とかそういうものに関してはそういう後悔をしたくないなと思っていてまあその時できるベストを尽くすっていうのが私の,その仕事の仕方なんですけども。 もう本当にあえてて声のトーンとして言いますよ、はい、やっぱりそこが一番大事で、うん、正直に小沢さん言ってくれてじんとします怖いんですよ、うん、僕もホーステイやってる時そうでした、はい、怖いんだけど、うん、でも知っていて言わないっていうのは罪なわけですよ、うん、よくやってますよね小沢さん少し分けて <laughs> いやいや本当にいやいやでもでも,もう本当だから会見とかでも かなり突っ込んだ質問をしなきゃいけない時もあると思ってるんですよ。なんかこの責任はどうなんだ？っていう話。うん、そういう時ももうすっごく何言うか考えて質問考えていう時もちょっとこう。若干震えながらでもそこの場で言わないと。まあなんかあの今後に繋がらないと思うんですよ、ね。誰もマスコミ文句言ってなかったから良かった。っていう。風に終わっちゃう可能性もあるし。 やっぱりそこになんか一石投じるっていうのがまあある種僕らの存在意義なのかなっていうふうには思っていて、まあ、そこの使命感だけですよね。もうメディアですらそういうなんていうんですかね正直なことっていうかある種理想的なことかもしれないんですけどそういうのを言えなくなったらもう,どこ言うんだっっていうふううふに思,い思っちゃうんですよねだから私もともとここに入る前に石油会社で営業の仕事してたんですけどやっぱ普通の会社ってまあ 正義だとかそういうことよりも理順追求がやっぱそのためにじゃあそこの本当は販売店の人にとってはこれが一番いいことだけどこっちのこと言っとくかみたいなそういう選択も出てきたりすると思うんですけども、うん、まあそのそういうのがなんていうかまあやっぱりこう必死でやっぱこの日本という国が守ってるこの言論の自由とか表現の自由を一番発揮するべきはその報道の場であってでそこで ある種こうなってほしいっていう理想というかですねそういった視点を持った指摘ができなかったらもはやそれって必要ないなと思っていてだからまあ頑張るしかないなっていうか踏ん張らなきゃなっていうふうに思うとありますね,すね今例えば僕が長くお世話になってきたテレビメディアでいうと、はい、それが正直はっきり言うとできなくなってますよ、うん、それはテレビ局によって差異はある一色で 総、えー、じて何かを言うことは決していい、うん、良くないけれども、はい、でもこう荒っぽく見ても、うん、やっぱり、ね、仕組みをもう言わずもがなではお分かりになると思うけど、うん、こうね仕組みがあって、うん、そこで <laughs> スポンサーさんクライアントがついてっていう仕組みでやっていけば、うん、どうしてもね、うん、コンプラは必要だと思うんですよ。やっぱりコンンプライアンスは必要だけど 何でもかんでもコンプラっていう名のもとの過剰な自主規制に入っていくその方が楽じゃないですかコスパタイパーも取れるじゃないですか、うん、しつこく追わずにここで折り合っちゃえば <laughs>、はい、それはコンプラって大義もありますからはい、はい、でも厳密に言えば行き過ぎた自主規制の時もあるはずなんですよね。 都知事選だってそうじゃないですか、はい、ずっと小池百合子と蓮舫さん小池百合子さんと蓮舫さんの女性対決ってずっとテレップ出してずっと都知事選祭りやってたんだ、はい、石丸真治のおマくクだったんだから、うんうん、だから石丸真治がそこで意趣返しして結果が出た瞬間にああいうふうになるとそこだけ切り取られて石丸真治何なんだそこだけ見た人はそら思うでしょう。はい 感感じじ悪悪いいってなりますよでも一連の流れがあったわけですよね。で面で取らないで点で取られちゃうから僕はワイドナショー」って番組にね珍しく呼ばれた時にやっぱりコメントを言うその人たちは僕以外はやっぱほとんどがあの石丸さんは心身系でいいと思ってるけどもあれでちょっと引くあれはおかしいあれはっていうそこ見てるんですだから僕はやっぱり空気を読まずに水さしたんですよ。 いや違うと思うとそれはつってもう長くなるから割愛します違うと思うとちょっと全体で見ればブラック石丸を出しただけでホワイト石丸もあるよとあそこではあれ出したのもあの人の戦略だから狙いだからと本気で怒ってるわけじゃなくて表層だけ怒ってんだとあそこだけで見ない方がいいと思うっていうふうに半分擁護みたいなねそういうことをやったんですよでもそれは言わずにはおれなかった。 俺は小沢さんの爪の赤を煎じてこれから残り少ない喋ゃり人生ね小沢さんのようなスピリット魂を持ってねやっていきたいと思いますよ。今日は本当に地震の話を聞きたくて来ていただいたっていうのはもちろんだけどちょっとだけ奥の奥にそれがあったんですよ。戦ってらっしゃるなと思うからでも本当その情熱がにこう触れることができて嬉しかったですありがとうございますあのできればあの。 首都直下の方も機会を見てああもうぜひぜひね、はい、もう正しく恐らえなきゃいけないことは必要なので,で、ね、はいよろしくお願いしますはいまたよろしくお願いいたします,うますどうもありがとうございますありがとうございました私とね花園大学の哲学佐々木静香先生で人生後半そろそろ仏教に触れようという本を出しました。 私古ルたちがずっと喋る仕事をやってたのは9割9分準備がすべてなんです。伝えるための準備学という本を出しました。